くなってますね。今の本田さんやん。ちょっとほんと最悪今。どんまいです。最悪。バンカー入っとけと思ったのに。でもね、セーフ。セーフだ。やべえこれ。入る？入れ。入る？彼はでもまだ2回目の冬なんで、ゴルフ始めてやっぱ距離の落ち感とかグリーンの感じとかがまだそんなにあれですよね。ね、縦距離がちょっと難しいね。うん、この感覚的には変わんないじゃないですか、振ってるね。うん、そうそう。なのにこんな落ちんのってぐらい変わりますよね。でもなんかさ、日中にちょっと暖かくなったら戻ったりするから余計嫌や。はいはいはい、あずっと落ちてるよみたいな。そうそうそう。え、待って、上げ横で、あれ横なんかな。待って、さっき私方向感覚、さっきこうだったからフォローのはずか。7で打ちます。大きいってことはないと思うんだけど、ちょっと風に乗ったらやばい。なんかちょっと手先でやってしまったよ。まあまあ、ないそうです。ありがとうございます。なんかあの、でも池見る感じ、いやなんかわかんない。確かにあの池でもここ多分ちょっと抜けてるんで。そうやんな、上げてんのかな。いや左からのちょっとフォローない。そんなにちょっ、私の今のカスあたりであそこまで行ったんで、うん、上げはないと思います。上げはない。はい、いやーどっちにしよう。ちょっと8番で抑えめで、8か9で悩んで。うん、でもなんかちょっと9でいかなさそう。あらー、あー、ファー、あ、やばい、やばいやばいやばい、ティーグラウンドにいた。止まれ。すいません、すいません、ごめんなさい。キック悪、キック悪。バンカー入っとけと思ったのに。でもね、セーフ。セーフだ。なんだそれ。今ちょっと待ち時間長かったですね。うん、やばい。あの状況初めて。ちょうど、いや前空いてるかな、これアプローチいけるかな。いやでも木がカスカスなんでいけそうですけど、ね、上は無理だしな。ごめんなさい、すいません、すいませんでした。すいません、これはどうしましょうか。まあ、バンカーでもいいやと思って打ちます。うまい、どう、うわ、パパッと打てる。全然打てるし、私より近いです。マジ、え、ってか、うん、すっごいスピンかかりました。すごいんだが、え、ってかなんでここにキックしたのに、なんであそこでスピンかかったんだろう。いや落ち着かないですね。今何で打ったんですか。58。はぁ、58で、あの距離で低く、すごい。だから止まったのか。結構いいとこピン切ってるよ今日このホール。
切れちゃうか。え、もう弱い？弱いんだよ。これはさすがに入らないと思うんで、2パットで行きたい。やばい。うわー、惜しい。ナイストライ。はい、ちょっとでも嫌なパット残りましたね。いや、同じくですまた入るかと思った今ちょっとほんと最悪今どんまいです。最悪どんまいです。悔しい。この距離でもちょっと嫌な感じだね。やば今。うわ、ちょっと強かったですね。危ない危ない。ナイスパット。ナイス。いやー、打たな切れる思たら。そうですよね。まあでもこういうことがありますよね。ありますよ。でも私もボギーだったんで。そっか。いやー、ボギーダボか。悔しいなー。悔しいなー今のは。はい。ここね、いつも右行っちゃうんですよ私は。なもう3戦3敗ぐらい。これはでも右行くよね。行きますよねいつも斜面行く。右からか。でもまあでもやっぱ YouTube だとこれはドライバーで行かない選択肢はないですよね。いや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 、対決なんで全然もう7番円ぐらいでそこにね。そうそうそう、セカンドめちゃくちゃ残るよね。どうですかね。確かにでも7万円も180ぐらい取れますでしょ。100キャリーで、そう今の時期だと多分180ぐらいじゃないと。あーでもまあそっか、180飛んでも220残るのか、うんうん、そっか。んでよくあそこのつま先上がりからみんな打ってるやんね。そうもうそれ私いつもそれ、もはや同じとこ打とうかな、慣れてる、打ち慣れてるんでもうもはやそこ行ってくれという。とはいえとはいえちゃんと右下のようには打ちたいのよ。木旗の方に打つんですか。そう、旗とあの奥の杭あるじゃないですか、はいはいはい、あの間ぐらい狙いたいですね。ナイス、ありがとうございますこの狙った幅のここ行くっていうギリギリだけど黄色い旗に飛んでいきました僕はあのじゃああれですかね、メタセコイア方面に打って。メタセコイアってどれじゃん。メタセコイアでしたっけ、あれでかい木。ああ、あのクリスマスツリーみたいなやつ。そうそうそう、あれメタセコイアって言うんだ。あっちからでも右にペラってくれたらいい。なるほどなるほど、いいんじゃないでしょうか。左さえ打たなければ。そうですね、フェードヒッターだからこれはでも本当アドレス取りづらいな。ですよね、うん、まあ、でもこここの辺か。これどこ、体ね浮いたよね完全に。ああ落ちてきた、危ない。え、見ました。落ちてきた、よかった
リカちゃんが体浮くって言ってたその通りだね。そうですよね、うん、なんか心では分かってんのに触れない左に体が浮くのよ。やべえこれは一回刻みまであるな。あ、そこ行けないですか。うん、またメタセコイアじゃない。あれもメタセコイア。あ、でもグリーンの右側結構広いんか、ね、右はね、広い。じゃあグリーンの右からアプローチ打てれば。え、いけるでしょ、こうやってあの木の上に。これも結構勇気いるな。何ヤードぐらいやろ。え、でもこれで150だから150ぐらい打てば打ち下ろしもあるんで。そっか、ちょっとピンの位置見てみてください。センターまでで行くにも。あ、でもこの上に打ってちょうどいい。え、そう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 、全然その刻む方がもったいないかも、わかんないけど。あの、でも木の右側に頑張って打ちたい。シャンクしました。え、シャンク今の。シャンクか。うわー、マジか。ちょっとまさかの。あらららら、これはきついっすね今のは。いやー、続難しい依頼。ちょっと一回出します。オッケー、よし。162なんで6番アイアンで打ちます。つま先上がりなんでちょっと短く持つ分飛ばなくなります。あー、うっす。あー、まあまあ、でも薄いよ。届いてないな今日。ちょっとまさかでしたね。でもやっぱあのライから打てる技術がやっぱあんまないよね。そうか、傾斜がまだあれですか。そっか、なんかつま先下がりとか左足下がりは好きなんだけど、つま先はあれ、あのレベルのつま先上がりは結構難しい。あー、え、ちなみに何番を押したんですか。8番。あー、そっか。いやー、これ5段目ですね。じゃあこれはでもちょっと左奥に落ちるとやばいもんね。そうですね、左奥はちょっと下がってっちゃうのと、うん、よいしょー。あー、でも右から結構風来てたですね。止まって、 OK。 あー、でもいいショット。入る。惜しい。ナイス。ざまーす。ナイスパーです。ありがとうございます。でも本当 YouTube ではあんまり分かんないけど、グリーン結構ね。そうなんですよ。アンジュレーションすごい。すごい。ナイスパー。ざまーす。ナイス。いやー、パター惜しいな。いいパッティングだけど、グリーンがやっぱいいですね。
グリーですよね。立っちゃうもんねえ、なかなか、しかも綺麗だし、うん、よし、これはまあ旗の方向に打ちます。ナイス、ありがとうございます。完璧、転がれ旗からドロー。なんかすげえ体が浮いてる気がするな今日。あ、でもこれ右の方がいいねんな。おお、大丈夫だよね。はい、オッケーですね多分。お、ああいう感じの球もあるんですね。うん、もうだからちょっと今日ね、なんかずっとペラってなんでね、思いっきり捕まえに行く。なんかあっち出て戻ってくるのかなと思ったら、うん、ちゃんと捕まえ、ドローだった今。あー、やばい、気温が落ちてきてちょっと寒いね。はい、寒いね、やばい。まあでも、もっと寒い日あるもんね。でもそうですね、今日太陽がやっぱ偉大ですよ。太陽が偉大、冬の太陽偉大って。いきなり名言出てくる。ハッシュタグ。いや、マジで冬では太陽が出るか出ないかで10度は違うと思う。冬ってでもさ、試合とかやってるんですもん。え、オフはないです、やっぱ。うん、1、2月はないですね。ピンまで110の下りアゲンストなんですけど、ちょっと飛んでないのでピッチングで打ちます。ちょい抑え、まあ、ピン手前なんでセンターぐらいまで飛んじゃっても全然。これ結構むずいな。ピン手前、砲台左足下がり。ピンの右にちょっと。あー、でかいかも。大丈夫。オッケーです。ありがとうございます。上げなくてもいいのか。いやー。うおー。ナイス。出ます。ちょっと今入るかなって思いましたね。うまー、今のうまー。こういうところがやっぱね、全然違いますね、どう考えても。ほんまグリーンすごいでしょ。すごい、え、これ下ってる。下ってますね。いや、本田さんや。本田さんや、今の。ちょっと待って、下ってますね。死ぬ。今の怖い、自分が。マジで今のは言ってたよね。言ってましたね。そんなにやっぱ偉大ってことですよ、あの人は。びっくりした、マジで。そういうとこありますよね。いや、関西弁とかもやっぱすぐ映っちゃうんですよ。確かに。でも、あの茨城弁のラウンドめちゃくちゃおもろかったな。やばいですよね。本当に。本田さんラウンドしてください、今度。やろう。寄せようと思ったらいくらでも寄せる。マジおもろい、それ。じわる。めっちゃフックやな、これ。
いいライン来た。止まれ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 。結構いっちゃう。てか早い。早い。いやー。ナイス。ありがとうございます。くー、ナイスパット。ありがとうございます。確かにでもここ来たらすごいもん、傾斜がやっぱ。ナイスパ。ありがとうございます。危ない危ない。あ、ほんま本田さんみたいな口調になってきてるわ。なんかもともと口調がすげえ似てるって言われてる時がある。特にあのスポーツの話する時とか、あ、声もちょっとなんか若干かすれ声みたいな、はいはい、ちょっとわかるかもしれないです。俺金髪の時にその本田さんしかも何回か会ったことがあって、すごい。その話をしてる時に、うん、金髪にしちゃうとみんなから信号前だって言われてですね、ケイスケ本田みたいな感じで、それやめてください。やばいそれ、信号前やば。茨城弁と本田ケイスケでやるっていう。いやいや、どう絶対無理。私これだって今の一瞬だけでこんな映る人間なんですよ。スライドに決まってるじゃん。次なんか関西弁と本田ケイスケ出たらワンペアでいいや。いやいやいや、そう